久保さん、おはようございます。いやー、あれですね。まあ確かに久保さんの言う通りで、ライバルですよね。ライバルはこんだけやってるっていうね。<laughs> まああの、別に量やりたくない、量やりたくない、量、量をやりたくない場合にしましょうか。<laughs> 量をこなしたくないっていう。<laughs> じゃあ当てろって話ですね。 うん、一発当てろと。<laughs> 一発当てろにしましょうか。一発当てられるもんだったら当ててみろと。<laughs> 申し訳ないですけど、僕は当てられないです。うん。なんでやってるだけですね。うん。なんか、例えばね、100万回一発当てるとか、1万回当てるとか、ブログ1記事書いて100万 PV 撮るとか、まあ、できるんだったらやってみろと。<laughs> まあ中にはね、いるかもしれないですよ、奇跡的に。まあ宝くじの確率で。 だけど、まあ僕たち有名人でもなければ芸能人でもなければそもそも認知度がないんですよ。ね。だからその、ぶっちゃけ芸能人とか、うん、そういう人たちもなんで芸能人になってるのか有名になってるのか。それは何回もテレビに露出してるからですよね。例えば、一発でバンっていった人ですら、いろんなテレビの各社、富士テレビさん、日本テレビさん、一気にブワー取り上げるわけじゃないですか。 で、マスメディアがガーって取り上げるわけですよね。露出が一気にガーっていくわけですよ。わかりますということは露出してるわけですよね。ね。リーチしてるわけですよ。しかも民放っていうね。まあ、YouTube より見られてるのかな。うん。だからそこにバンバン露出してるわけでじゃないですか。かあなたは何者ですかって話で、まあ、誰も知らないし、っていうところからスタートしないといけないですよね、ビジネスは。 会社を作るのと一緒ですよ。会社を作った時って誰もその会社を知らないわけですよ。トヨタなんかは最初は、は織りの会社だったわけですよね。は織り。車作ってないですよ。<laughs> 車は元から作ってない会社がね、は織りから車、会社、車に変えてね、じゃあ買いたいと思いますは織りやってたんですよ。<laughs> ね、<laughs> お前、ま、昔まではたりやっとったやんみたいな話じゃないですか。そんな、そんな会社、車大丈夫かってなりません だそこでじゃあトヨタは何をやってたかっていうと信頼信用を築くためにいろんな施策をしてってで根付かせていったわけじゃないですかうんだからなんだろうな僕は量をやるしかないとは思ってるんですけど量を否定するんであるならば一発当てろって話ですねいってらっしゃい